皆さんこんにちは。評論家でラジオパーソナリティの荻上智樹です。前半と後半でガラリと世界観が変わっていきます。前半はコメディタッチなんですが、後半はサスペンスのような傾向に変わっていく。そしてそこで描かれている世界観に対して私たちが抱く印象というのも大きく変わるんですね。前半はクライムファンタジー、要は犯罪者たちが富裕層に対して勝ち上がっていく様というものを非常にこうワクワクして見ていく。しかしながらその構図そのものが非常に、スリリングでありながら人々に対して非常に攻撃的なものであるということもだんだん明らかになっていく。そしてエンディングに向かって一気に失踪していくというような構造になっているんですね。笑える要素とシリアスな要素、ドラマ的な要素と、それからコントのような、要素、こうしたような相反するものが一つの映画の中で一緒に不思議な化学反応を起こしているような作品。この作品は韓国で撮られたものではあるんですけれども、世界でどこで見たとしてももしかしたら私たちの社会のことを描いているのかもしれない。そしてこのタイトルにあるパラサイト、犯罪者たちが金持ちに寄生をしているというのではなくて、もしかしたら別の何かが別の誰かに寄生をしているんじゃないか、一体この社会でそれは何のことなんだろうということを考えざるを得ないような作品になっています。ぜひシアターで見てほしいなと思います。パラサイト・オフ・ボン・ヒューホ、カンヌ国際映画祭最高賞受賞、アカデミー賞最有力。소독해? 손님 봐봐. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. 半地下で暮らす 全員失業中の 貧しい家族. 일거리가 없으셔도. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해주라. 기정이가 그렇게 손재주가 좋다며. 넌 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐. 나 다시 죽을래. 아들아. 너는 계획이 다 있구나.身分を偽り訪れた先は社長一家が暮らす高台の豪邸。그동안미술쌤도여러명바꿔가면서해봤는데요아제가사람하나가킥하고떠올라왔는데ようやくたどり着いた理想の就職先。지금진짜로이상한게뭔거같아そこは想像を絶する物語への入り口だった。안되거든인생이파라사이트한치카노가족